自民党と公明党、国民民主党の税制調査会長が会談し、来年度の税制改正に向けて国民民主党が求めている年収103万円の壁の引き上げなどをめぐり、意見を交わしました。年収103万円の壁の引き上げには、働く時間を抑制することへの対応策のほか、手取りが増えることによる消費の活性化など、 複数の目的があることから、会談では政策の狙いをめぐる論点が確認されました。また、年収の壁を引き上げることによる経済への影響についても、3党で議論されました。国民民主党は、自民党が確認を求める政策の狙いや実施時期、財源について、党内で議論する考えです。3党は、来週以降も引き続き協議を続ける方針を確認しました。